はい、皆さん、こんにちは、ゆずひこです。それでは今回なんですけども、 PayPay の新機能が追加、ランチやディナーを簡単に検索が可能にということでお伝えしていこうと思います。はい、ということで今回のサービスの概要なんですが、土地勘がない場所でもランチやディナーのお店を簡単に探すことができる、その名もタイムフォアランチというサービスですね。今回この機能にはですね、使用可能な時間帯というのは決まってまして、まあざっと時間帯で言うとこんな感じなんですけども、まあ例えばランチタイム、平日だと11時から13時、ディナータイムだと平日だと18時から20時という感じですね。一応下の概要欄にもリンクを貼っときますので、ぜひ見てみてください。ということで、この機能の使い方なんですけど、めちゃくちゃ簡単です。まず PayPay のアプリを開いたら、ここに近くのお店ランチと表示されます。で、これに関しては先ほどお伝えした時間帯のみしか表示されてないので気をつけてください。そしてまずここをタップするとこんな風に出まして、マップが出るので、今現在どこのお店がランチの営業してるか、もしくはディナータイムであればディナータイムの営業しているかっていうのは一目でわかります。ちなみにここをタップするとこのように一覧で表示されるので、まあぜひ初めて行く場所であったりとか土地勘がない場所で行く場合はこの機能を活用してはいかがでしょうか。はい、ということで今回 PayPay の新機能についてお話をさせていただきました。もともと PayPay のアプリにはもう地図のアプリがついてるので、まあ、どこで使えるかっていうのはすごい探しやすくなってるんですけども、まあ、その飲食店にすごい特化してる機能なので、まあ、かなり使いやすいのではないのかなと思います。ということでこの動画がいいなと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、あと Twitter のフォローなどしていただくと嬉しいです。ということで本日はご視聴どうもありがとうございました。